ニュースをお伝えします。朝鮮民主主義人民共和国とベトナム社会主義共和国の間の外交関係樹立73周年を受け、1月31日中朝ベトナム特命全権大使と大使館員が万世の丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正恩国防委員長の銅像に花冠を捧げました。一度社会主義運用と朝鮮とベトナムの間の友好関係の発展に不滅の貢献をした主席と国防委員長の銅像に花冠を捧げ敬意を表しました。敬愛する金正恩総書記の普及の著作現実発展の要請に即して三大革命グループ活動で新たな転機を迎えようの発表10周年と三大革命グループ運動開始50周年に際した三大革命グループ員と関係部門の人のための記念講演会が1月25日から31日まで各道で行われました。朝鮮労働と各道委員会責任書記と関係者模範的な三大革命グループ員がこれに参加しました。記念講演会で発言した人たちは、三大革命グループ運動に尽くして成した偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正恩国防委員長、敬愛する金正恩総書記の不滅の業績を末永く輝かせ、社会主義建設の全面的発展期にふさわしく、三大革命グループの威力を轟かすための課題と法度に触れました。朝鮮職業総同盟中央委員会第8期第7回総会拡大会議が1月31日テレビ会議の方式で行われました。職業総同盟中央委員会委員と委員候補が会議に参加しました。職業総同盟中央委員会と各同志軍職業同盟委員会の人たちが傍聴しました。拡大会議では党中央委員会第8期第6回総会の決定を徹底的に実行するための問題などが協議されました。会議では職業総同盟中央委員会パク・インチョル委員長の基調演説に次いで発言がありました。そして決定草案についての研究に基づいて決定が採択されました。平壌の新しい町を建てる誇りある任務を青年同盟に任せた母なる党の大いなる信頼を胸に、平壌北道と半平北道、茶岩道、江原道の大勢の青年が平壌の建設現場に志願しました。各地で志願者を祝う集いがあり、決意の表明がありました。発言した人たちは、敬愛する金正恩元帥の大いなる信頼と期待を胸に、精神の知恵と情熱を捧げて意味深い今年、人民が一番喜ぶ住宅の建設で新たな前進と飛躍的成果を収めるべきだと述べました。各同志軍の幹部と青年学生が青年たちに花束を持たせ熱烈に祝いました。水産省と朝鮮青海地区の水産部門が冬の漁船修理と整備計画を着実に実行しています。文徳水産事業所で資材保証の対策を追いつかせ、当面の漁船修理、業務の整備に力を入れています。ハンチョン水産事業所では進んだ漁船修理の方法を活用して冬の漁船修理で連日実績を上げています。キョルソン小規模漁業事業所、プポー旋回養殖事業所でも漁船と業務の修理、整備、作業の準備に拍車をかけています。以上でこの時間のニュースを終わります。カンソニがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。優しい先生。朝鮮では子どもの知能開発と情緒教育に役立つ多くの図書が出版されています。知能教育の絵本である君も僕もハッハッハ、何でも知りたい、僕一人でできる、一週間物語、知恵の泉、動物絵本の動物の友達、美術教育の絵本であるまるで焼きか、簡単に作れるブロックなどは子供の中でとても人気です。子供の観察力と思考力、
想像力とクリエイトなどを培うのに役立つこれらの図書は、教育図書出版社の児童知能教育図書研究所が出したものです。研究所の人たちは絵本を子どもに事象の特徴と原理を興味深く教える一種の教材と見なし、子どもがより多くの知識を得るよう試作と探究を重ねています。音楽と話、セリフと効果を合わせて制作した知能開発投資をはじめ、研究所が出した絵本はおどけておかしみのある絵と面白い物語、興味津々とした問いとユーモアで子どもの人気をさらっています。いずれの図書も子どもに豊かな知識を教える優しい先生、親しい道連れとなっています。優しい先生、講談師でお話ししました。偉大な転換の年、人格の年になる2023年、2023年は社会主義の発展を目指す朝鮮人民にとって、そして共和国の歴史でターニングポイントとなる年です。今年朝鮮人民は祖国解放戦争勝利70周年と共和国創建75周年を迎えることになります。共和国が創建された日は9月9日で、朝鮮人民が帝国主義連合勢力の侵略を退けて国の尊厳を守り抜いた日は7月27日です。この日があって共和国は勝利と栄光に輝く歴史を綴ることができました。今年は朝鮮労働党第8回大会が示した2021年から2025年までの国家経済発展5カ年計画の実現で要の意義がある3番目の年です。敬愛する金正恩総書記は党中央委員会第8期第6回総会拡大会議で、社会主義建設で新たな局面を迎えるための人民挙げての戦いをさらに拡大し発展させて5カ年計画の達成を揺るぎなく保証することを新年の相対的な方向として決めました。振り返ってみますと、昨年朝鮮人民は労働党の周りに固く結集して、困難な中でも引き続き巨歩の進展を遂げました。世界屈指のリョンポハウス農場が作られ、平壌のファソン地区では1万世帯の住宅建設が積極的に進められました。その他、経済の成長と人民生活の向上で重要な意義があるプロジェクトも竣工しました。また新たな農村革命綱領の実現に本腰が入れられ、国中の市と郡に農村の発展の新時代を代表するモデルの住宅が建てられました。そして経済管理を改善し、国家的な危機対応能力と国の文明の水準を高めるために励んできました。これらの成果は朝鮮人民が未曾有の国難を強くこらえ、自力更生、国庫奮闘の精神力と創造力を発揮して勝ち取った尊い勝利でした。朝鮮人民は昨年の勢いにもっと力を足して、今年の目標達成と新しく示された展望課題の実行のため邁進することにより、意義深い2023年を共和国の発展の歴史にはっきりと記される偉大な転換の年、変革の年に輝かせるでしょう。偉大な転換の年、変革の年になる2023年、講談師でお話ししました。